こんなこともあったなぁ。懐かしいスプラの仕様変更を参戦。一戦目ローラー縦振り。スプラ初代のローラーには横振りしか存在しておらず、ひらめが丘団地などの高い壁を登るのはかなり大変でした。スプラ2から縦振りが実装され、この問題は改善されましたね。二戦目ギアパワーの表記。現在では試合中にマップを開くと相手のギアパワーを確認することができますが、スプラ初代ではマップにギアパワーの表記はありませんでした。ですがスプラ初代ではメインギアパワーが完全固定でしたので、このギアにはこのギアパワーがついていると完全に暗記をしているプレイヤーもいましたね。3戦目ガチアサリ。スプラ2から3でチビアサリが一度に湧く数が4個から3個へ、ステージ上に存在できるアサリの上限が50個から40個へ、ガチアサリへ変化するのに必要なチビアサリの数が10個から8個へ、リスジャンしてもアサリが割れないようになったりとかなり仕様変更しています。この仕様変更の恩恵みんな感じてる？他にも懐かしい仕様変更があったらコメント欄で教えて。